はい、こんにちは、ともチャンネルです。なぜか UCC の、ね、職人のコーヒーをちょっと映しておりますけども、あ、お湯沸いた。はい、UCC の職人のコーヒーですね。これの、まあ何を見てもらいたいかというと、蓋。これね、100円ショップで買ってきた、常に同じ量が入れられるキャップということです。実際にやってみれば分かるんですけど、今ね何もないね、カップに、ごらんして、いやこれ、はい、蓋はねこんな感じになってます。で、前回どうやったっけかな、とりあえずやってみましょう。これをザバッと入れてやると、はい、こんな感じでね。このカップはちょっと大きいので、もう一回ザバッと、はい、これで2杯分ということで、まあ常にね同じ数量をね入れられるという、優れものです。これね、ちょっと見つけた時に、お、これいいじゃんと思ってね、いつもね、インスタントコーヒーをね飲むので、まあしょっちゅう飲むから、これはもう最高じゃないっていうことね。はい、ということで、